はい、皆さんこんにちは、ワヌルブルフィッシュです。プロ野球スピリッツ2015のですね、選手兼任コーチ高橋由伸プレーということで、続きをプレーしていきたいと思います。早速始めていきましょう。今回はですね、阪神との3連戦ですね、伝統の一戦、先発、ジャイアンツが菅野で、タイガースが岩田ということで東京ドームでの一戦になります。現在6連勝中と絶好調の原巨人ですね。相手の先発岩田、ムービング、動くボールと、カット、フォーク、シュート、スラブ、今やね、タイガースのエース級ですからね。高橋由伸は今日もベンチスタートですよね。実際に、先週の金曜日ですかね、プロ野球実際に開幕してですね、巨人は DeNA と対戦を、今している、今日が日曜日なので、実際今私僕がプレーしているのも日曜日になるんですけど、今日は3連戦の最終日ですね。開幕3連戦の最終日で高橋由伸は、5番とか6番とか、6番だったかな、レフトでスタメン出場してるんですけど、残念ながらこのプロ野球スピリッツ上では僕のプレーがいまいちなのかもしれないんですけど、ベンチということになってますね。まずはね、レギュラーきっちりと取っていけるように頑張っていきたいと思います。そして阿部が捕手になってますね。実際には阿部はファーストでね、出場してますけどもね。さあ、第1打席目、代打で出番が回ってきました。0対0、2アウトランナーなしの場面。そうですね、さあ由伸起用に応えたい。ピッチャー岩田、まずは低めにムービングファストボールですね。外れてワンボールです。ストレートというストレートはないので、抜けた、よし、これで前。岩田に関してはね、ムービングファストボールが、ストレートとして投げ込んでくるボールにはなりますので、今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。いい当たりでしたね。ただね、ファーストがね、ちょっと反応悪かったような動きを見せているようにも見えますけど、ただマシンで捉えたライト前ヒットです。タイガース、ここでピッチャーが変わります。でピッチャーがここで0対0の状態ですけど、安藤にピッチャーが変わってますね。さあマウンドを任されたのはで、これは走塁もやりますね。今日もマウンドに上がって3連投になります。ワンボールワンストライクです。ちょっとスタートは切れないな。変化球外れました。ツーボールワンストライク、スライダー125キロ。ファウルです。ツーボールツーストライクです。センターへ、どうだ、スライディング、スタンドのファンからも歓声が届きます。これはいいプレーだな。難しいだけだけど、これで3アウト。スタートはね、いい感じで切ったんですけどね。さあ高橋由伸ね、1打席しか回ってきませんでしたが、試合の方はサヨナラ勝ちですね。7連勝ということになっています。やはりホームランでのサヨナラは大いに盛り上がりますね。最後誰がホームラン打ったんだろう。村田か。うわ、7連勝、これはすごいな。ファンが18人減る意味が分かんないよな、ヒット打っといて。ちょっとそろそろ能力値とか上げられそうなんで、ちょっとこの後上げてみますか。
噂は実績点7か厳しいな。その他でいうとヤクルトとカープが勝ってますね。パリーグの方はライオンズとイーグルス、そして、オリックスが勝ってます。能力を上げるのはどうする。プライベートかな。能力アップ、パワーを上げたいよな。ただスピリッツも消費するんだ。パワーを1上げて、これでいいでしょう。あんまり思ったより上げられないな。スポ力もきっと上げられないんだよな。疲労がちょっと溜まってきてはいるんですけど、そのまま試合に出るしかありませんので、このまま行きましょう。藤浪か、ストレート157キロ、カット、フォーク、スローカーブ。今日のキャッチャーは阿部じゃなくて相川でしたね。さあ岩田を、まあ打つことはできませんでしたけども、伝統の一戦第一戦は村田の劇的なサヨナラホームランで勝ちましたんで、今日はね藤浪打ちましょう。東京ドームには大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、先制するのはどっちだ。ジャイアンツが1点先制、2点取ってますね、ジャイアンツが。ただ藤浪がまだ投げていますという場面で、ノーアウトランナー2塁1塁で高橋由伸。ここでピッチャーが変わります。タイガースベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、藤浪ここで降板です。変わってますね、藤浪降板です。ノーアウトランナー2塁1塁のピンチになって、藤浪降板。差を広げておけばより思った試合運びができますからね。そうですよね。まあまた彼でしたらちょっとね、ピッチャーのデータ確認しましょう。金田、カナダ、どっちでしょう。ちょっとね、分かる方教えていただきたいです。で、持ち球はフォークがやっぱり綺麗良さそうですね。ツーシーム、スライダー、フォーク。うん、追い込まれるまではストレート待って、追い込まれたらフォークボールも頭に入れていきたいと思います。うわ、空振り、いきなりフォークか。134キロのフォーク、ボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここは閉鎖だけは避けたいですね。なるほど。この打席、うわ、ストレート早いな。145キロ、追い込まれましたね。外角の難しい厳しいコースにストレートを投げてきました。どうだ、大きいぞ。これは追いつくな、追いつくね。中継にボールが送られる。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。進塁打ですね。さあもう一回高橋を勝負、待ってくるか。一塁の守備について回ってきました。8回の裏、4点リードの場面。もうここはね、もうフリーバッティングですね。フリーに打っていきたいと思います。2試合目の登板です。ピッチャーは松田ですね。ストレート153キロ、スライダー、フォークにカーブも持ってます。あとカットボールとチェンジアップもね、一応持ち球としては持ってるようですね。これもストレート1本で狙っていきたいと思います。初球からストレート狙っていきます。ファウルになります。初球を待っていたかもしれない。ちょっと動くボールかな。なるほど。さあ何を選択してくるか。ちょっと詰まった。差し込まれたな。センターが取りました。今日はヒットが出ませんでしたね。はい、試合の方は9回の表にタイガースが2点、ジャイアンツが取ってきましたけども、収めました。4対2で、ジャイアンツ勝ってますね。いやー、ジャイアンツ選手が本当に勝ち入れにショート、まあ、そうですね。恐ろしいな、これが現実になったら。高橋由伸は大好きなプレイヤーですけどね、ジャイアンツがもう本当に8連勝したら
面倒さね、ファイターズ。さあ試合の方は DeNA とカープ勝ってますね。パリーグの方はライオンズと、あ、イーグルス落選、11点取ってますね。いやー現状ね、まあ順位はこのようになっても、まあもちろんまだこの時点じゃね全く何もわからないような状況ではありますけどね。さあ、最終戦ですね、阪神との第3戦、ピッチャーは先発東京ドーム、ジャイアンツが沢村、タイガースが能見です。さあ能見の方はやっぱりフォークスライダーですよね、持ち球ね。ジャイアンツの方の先発が沢村になってますけど、まあ、実際の本当のプロ野球の方では沢村はね抑えとして、まあ今季はね使っていくというふうに原監督明言して、実際にねそういうポジションで、まあ、沢村やっていくということですけども、プロ野球スピリッツ2015のこの高橋由伸選手兼任コーチでのプレーの中では沢村先発です。このあたりね、東京ドームです。データが間に合わなかったんですかね。今日は阿部がキャッチャーマスクかぶってますね。ジャイアンツは今日も大量リード、7対0ということでリードしてます。今日は吉野部1回ですか、回ってくるの、このぐらいが最後かもしれない。7回の裏、ワンアウトランナー1塁の場面で高橋由伸代打での起用です。ピッチャーも能見はねノックアウトされてますので、ここでリードを広げたいですね。松田ですね、昨日というか、まあ、前回も対戦した松田、ちょっと早めに狙っていきたいと思います、タイミングをね。前回の対決ではだいぶ差し込まれてしまうような詰まり気味のバッティングになってしまったので、早めにタイミングを取っていきたいと思います。どうだ、入ったべ、よっしゃー、ソロホームランが出ました。大量リードをさらに広げるホームランになりました。ホームランほぼ真ん中、ストレートだと思いますね。ジャイアンツ9対2、いや完璧に取りました。見事なホームランです。打った瞬間本人もそして観客も確信しました。確信したね、しかしこういう場面で一発が打てるなんてね、さすがですよね。どこまでも点差を開いていきます。全く攻撃が止まりません。さあ吉野部は、あ、一塁での守備機会が回ってきましたね。ツーアウトランナー二塁、最後の一人という場面で守備機会です。バッター鳥谷、ジャイアンツとしては鳥谷ね、メジャー行かずに残りましたからね、タイガースにね。これは守備機会可能性ありますね。対左ピッチャーはどうなんでしょう。左中間へ、これはいいところに飛んでいる。ここはフライになっています。最後は外野フライ掴んでアウト。これで3アウト、最終回無失点で試合終了です。ジャイアンツ打ちに打ちました。いやー10対2、17安打で大勝ですね。これは秋ある1勝と言えると思うんですが、いかがでしょう。9連勝、開幕3カード全試合全カード3立てですね。素晴らしい。アンチ巨人の僕としては複雑ではあるんですけど、高橋由伸の大ファンであるという意味では嬉しい。原監督とからはね、次の試合で大振りになりすぎてもダメだぞと、厳しいですね。やったー、今後お前をレギュラーとして起用して遅いですよ原監督。実際のプロ野球開幕してますけど、原監督、由伸スタメンですよ。
さあというわけで今回は伝統の一戦タイガースとの、まあ、3連戦ねお届けをしてまいりましたけども、まあ、あのきっちりとね由伸、結果を残すことができて次回からはレギュラーとして、まあ、使ってもらえるということなのでしっかり、頑張っていきたいと思います。というわけでね、あのちょっとこの長次郎さんが何か言ってきたのでここまで見て終わりたいと思います。長次郎さん、あのすみませんちょっといいですかと、まあ何の用かな、由伸選手ですよね、君はファンじゃないの、いやー僕も由伸のファン欲しいわ、ファンじゃないわ、サインもらいたい。はい、というわけでね、次回からはカープとの3連戦をお届けをしてまいりたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。応援ありがとうございました。また次回もお楽しみに。